憧れている芸能人が技師だった。想像するだけで非常にショッキングだが、実は技師を入れている芸能人はそれほど珍しい存在ではない。芸能界においては二重まぶたにしたりエラを削ったりする整形自体昔からよくあることだ。技師や差し歯に関してもさほどハードルは高くないのだろう。三國連太郎や宍戸錠など昔の映画俳優は役作りのために歯を抜いていた。そして堂々とカミングアウトしていたくらいである。とはいえ綺麗になってよかったとは素直に喜んであげられないケースもある。どう見ても不自然な仕上がりだとせっかくの人気が落ちる要因になってしまうからだ。ホワイトニングしているとか 1,2 本入れ替えたレベルではなく、より葬儀師に近い芸能人をまとめてみた。皮肉なことに口元が印象的な5人となってしまった。デヴィ夫人。デヴィ夫人といえばすでにバラエティに出ているあの顔が浮かぶだろう。浮かばない人はおそらくいない。そこであえて若い頃の画像を使ってみた。天女のような美しさはまさに東洋の真珠という呼び名にふさわしい。ただの貧しい大工の娘だと信じられないほどの気高さと気品だ。そしてもっと信じがたいのは、この画像のデヴィ夫人がすでに葬儀師であるという驚愕の事実。デヴィ夫人は貧しい実家の家計を支えるために高級クラブコパカバーナでホステスをしていた。葬儀師にしたのもスカルノ大統領に気に入られたのもこの時代。夜のご奉仕もあったとされる高級クラブ。技師の理由は詮索すまい。誰逃れ明美。ハーフタレントの中でもひときわ目を引く正統派の美人、誰逃れ明美。たくさんの芸能人たちを相手に堂々と渡り合うトーク力があり、毒舌キャラなのに恋愛面では惚れた男に尽くしてしまうという意外なギャップがとても魅力的である。もともと歯並びは綺麗で特にその必要はなかっただろうに、差し歯にしてファンをがっかりさせた。誰逃れ明美の前歯は実は上だけが妙に真っ白で粒が揃っている。よくわからない微妙な変化で少しだけ失望させるくらいなら、いっそのことナチュラルなままでいてほしかった。非常に残念なケースである。宮沢りえ。世紀の美少女として日本全国民から愛された宮沢りえ。ご存知のように彼女は人気力士貴乃花との純愛を周囲の大人に妨害されたことから拒食症になり激痩せしてしまった。拒食症はやがて過食嘔吐を伴うようになったという。食べては吐きを延々と繰り返すのである。いわゆる摂食障害だ。嘔吐を繰り返すことで結局宮沢りえの天然の歯は溶けてしまった。なんとも悲惨な理由である。ちなみに同じくストレス性の過食嘔吐で歯が溶け、技師や差し歯にしている女優に友坂理恵がいる。松嶋菜々子。元祖綺麗なお姉さんというキャッチフレーズも今や古臭く感じる。ドラマ映画ともに大物女優としての貫禄が有り余っている松嶋菜々子。バラエティに出ないようにしているのも大物感を増すコツだろうか。昔トンネルズの番組皆さんのおかげでしたに出演していた頃の松嶋菜々子は、体を張ってまで笑いを取るという桁違いの女優魂を感じさせる新人女優だった。そんな売れるための情熱こそがあの美しい歯につながっている。デビュー当時のかなり特徴的なビーバー前歯が今のような美しい歯並びになったのは、歯列矯正か差し歯、それも大金をかけた大掛かりなものだと予想される。足立由美。実は技師の芸能人ランキング1位はテレビ番組いただきますで自ら技師をカミングアウトした女優の足立由美だ。
乳歯から永久歯の生え変わり時期は歯がなくなる。すると子役の仕事ができないため、なんと6歳の頃から義歯の使用を繰り返していたそうだ。幼い頃から日常的に義歯を使用していたせいで、永久歯は小さくしか成長しなかった。現在は差し歯になったと、これも自分で公表している。理由が虫歯や歯並びの悪さではなく、正常に生え変わるのを隠すためだったという悲しいエピソードからは、足立由美の厳しい子役時代を垣間見るようである。いつもご覧くださっている方、また初めてご覧くださった方、ありがとうございます。この動画をたくさんの方にご覧いただけるよう拡散していただけるととても嬉しいです。コメントや改善点などもお待ちしております。ご協力いただける方は、最後にグッド評価とチャンネル登録もぜひお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。